最近なんか眉毛が変ですが、何にもメイクしてないのにこんな顔を晒してるというね、自爆してますけど気にしないでください。一切なさい。こんにちは、ひまひまです。今回はですね、まあ私みたいに新 JK、 まあ FJK って言われるですね、まあ新しい高校1年生の方もたくさん動画を見てくれていると思いますし、まあ中学生の方もたくさんいろんな方が見てくれてるんですけど、みんなね、新学期じゃん。で、自国のテストが始まるよーっていうことで追い詰められてると思いますので、今はインスタのストーリーでね、先輩方にテスト勉強の方法をちょっと募集したので、今回みんなにねそれを共有していこうかなと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。というわけで早速やっていきたいんですけど、なんかいつもはちょっと裏話的なことで言うと、インスタのストーリーとかの質問はね、募集してから1時間とかでもうみんなたくさん書いてくれるので、めちゃめちゃ集まるので1時間ぐらいで動画を撮っちゃうんですけど、今回はなんと募集したのが9時間前ということで、いつものもう何万ちょーいっぱいね、皆さんがいただいたので、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずですね、マジで来てるんだよな、どうしよう。これはね、一番多かった。授業を死ぬ気で受けてしっかり理解する。だってさ、そうなのよ。みんなほら、家ではやらない。授業だけ全集中。そうだよね。高校はとにかくコツコツやっていくしかないと思う。直前じゃ間に合わない。だって、授業もう眠いんだけど。てか、そうなんだってさ。やっぱり、中学とかって大体は、こうノートを見たら理解できるとか、まあそういうのが多かったと思うんだけど、高校って、まあ高校によって全然その授業の仕方も違うし、言ったら義務教育じゃないわけだから、習うこともね、若干違かったりはするわけじゃないですか。だから、ぶっちゃけ YouTube でめっちゃ調べても出てこない授業とかもたくさんあるんですよ。だから、授業でめっちゃ理解するってね、やっぱ大切なんだね。ちょっと今手遅れかも。ちょっと頑張ろう、これから。マジか、そうだよね。次。待って、今、同じ高校のさ、3年生の方から来てるんだけど。受ける。受けるとか言ったらダメだ。しかも待って、この方絶対そうだよね。そうだよ。同じ高校だよ。一番頼りになる。何？とにかく学校の授業プリントワークをやれば大丈夫だって。本当ですか？ありがとうございます。マジか。スタディサプリの紙動画視聴後、1分くらいで内容を要約すると分かった。見ただけだとすぐ忘れる。スタディサプリね。結構いろんな高校もスタディサプリ多分みんなやってると思うんだけど、今もスタサプやってて、実際にね。いいかもね。確かに。ね、スタサプの動画さ、見るんだけど、要約するまではやってなかったから、確かにやってみたいと思います。次。一気に1日1教科にせず、4教科ぐらいに分けてする。あー、なるほどね。で、私、中学の時からそうやってたかも。なんか、一日に行きと教科だと、結局なんか、時間がもったいない気がしちゃうんだよね。なんかわかんないけど。だから、やるかもな。でも、そうだよね。大切らしいです。次。はい。効率重視。特に高一が一番科目数が多いから、全部拾おうとせずに、取捨選択することが大切だって。そうなの？だから、全部完璧にしようって思うよりかは、できるものを確実に取っていった方がいいよってことなんだね。まあ確かにね。でも今の学校あんまワーク配られてないんだよな。ワーク配ってほしいよね。参考書とかしか配られない。ね、なんか結構さ、同じ高校の方から来てるの気まずい。気まずい時ちょっと見てるかもしれない。ダメ。結構優しい。優しいは本当に優しい。だって違う。気まずいって言ってるのは、なんでかというと、この質問募集のそのホーム画面が今のプリクラだからっていうね。プリクラの画像見られてるみたいな。恥ずかしい。ごめんなさい。廊下で見かけて可愛いって思ってますって。ありがとうございます。先生によるけど、プリント暗記する。あー、そうなんだ。プリントね、暗記。ですよね。ありがとうございます。次、通学時間、かっこ電車の移動時間とかの隙間時間を使うとグッド。なるほどね。確かに移動時間を、ちゃんと使わないといけないんだね。1ヶ月前からやっとけば大概点上がる。私今2週間前で何もやってないよね。マジで？高校もそんな勉強しなきゃいけないのか。いや、ぶっちゃけ高校は中学より勉強しないのかなって思って入学したんだけど、全然しますね。びっくりした。こんな勉強するんだと思ってちょっと舐めてました。ちょっと頑張ります。次。
次、英語と国語は本文丸暗記しか勝たん。そうなの。丸暗記だから本文毎日読むっていうことだよね。全くやってなかった。ちょっと頑張ります。これ結構いいかもね。次、気合。いやそうだね。そう、結局はそれなんですよ。古典と英語、やっぱ古典と英語なんだ。古典と英語は訳を全部覚える。あと古典は品詞分解も覚える。品詞分解って何？多分授業ででもやってる気がする。今聞いたことある。やばいかも。やっぱみんな気合と根性って言ってるよ。違う方もそうなの。やっぱ何人かいるんですよ。前日っていうね、前日にやればなんとかなるから、それを覚えたらダメだよって言ってる人はいる。1から10までやると死ぬよ。だってやっぱそうなんだ。だからやっぱ1から10まで本気でやろうとはしないで、ちゃんとね、さっきも言ったけど、いいところをつかむのが大事なんだね。高校は放課後教室とか自由に使って OK だから、友達と残って問題の出し合いしてる。これ一番いいだって。まあね、友達とね、こうやってやるのは一番いいって言うよね。実際ね、中学に比べて一つ一つの内容が濃いから関連付けて覚えると覚えやすいよ。だって、だからこことここがつながっててみたいなことを考えるってことかな。へえ、そうなんだ。なるほど。中学とほぼ一緒だからひまちゃんは大丈夫だって。本当ですか？心強い。それは確かに。本当かな。あとはね、重要そうな箇所を中心に自分で問題を作る、意外と当たりますよ。だって。へえ、そうなんだ。まあ、さっきもなんか結構書いてあったんだけど、そう、大事なところを重点的にやって、でそれを自分でノートに、また違うノートにまとめるっていうのは、さっきも結構ね書いてくれてる人多かったですね。そうなんだ。あとはでも予習かな。やっぱりみんな予習って言ってるね。ひまちゃんのスタディウィズミーだって。ぜひ皆さん見てください。お願いします。嬉しいね。で、なんとですね、なんとこれ見てたらね、マナル隊のタッカさんからちょっと一ついただいてました。ありがとうございます。早起きして朝ごはん食べる前に勉強する。確かにね。なるほどです。ありがとうございます。早起きして朝ごはん食べる前に、だから私は結構寝る前とかに2時とかまでやって、で朝遅く起きちゃうんですよ。なのでタッカさんが言ってるのは、多分早く寝て、で朝を早く起きて、でご飯食べちゃうとお腹がいっぱいになって眠くなっちゃうから、その前にちゃんと勉強してご飯を食べてってことなんですね。ありがとうございます。はい、というわけでこれで以上です。皆さん、たくさんの勉強法ありがとうございました。あとなんかあったのは、その覚えたいことを付箋に書いてトイレの壁に貼るとかは結構あったかもですね。あと部屋中に貼るとか、そういうのはありました。ありがとうございます。嬉しい。これを見ただけでちょっと一安心というか、本当にでも、うわーどうしようどうしよう、もうすぐテストだ、でもどうやって勉強していいか分かんないっていうのが今の現状だったので、ちょっとこうやって皆さんにたくさんの勉強法を教えていただけて、すごい気合になりました。見てくれてる皆さんも多分新しくこう高校のねテスト初めてって人もいると思うので、そういうみんなをね参考になりましたか？なってたら嬉しいです。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。まあなんかまたちょっと勉強系の動画がちょっと増えちゃうと思いますが、みんな一緒にテスト勉強頑張ろうね。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。平均点は頑張って取ります、多分。はい、というわけで今日はですね、ちゃんと使ってよ、ここもちょっと早いからまで使ってよ。